この間俺があげたディズニーの動画であのカップルいたでしょあのカップルからなんか電話したいというね謎の連絡が来たんでちょっと出,出ますね女性の方話したいことはあるということですけど話せない女性が話せないらしいん、ね、でじゃあ自分が話しますあ,あのあとですね、うん、ちょっと本社の方の責任者とホテルの責任者と、うんうん、その3人でお話し合いをしたんですけどディズニーはいディズニーの うん、なんかその対応してくれたスタッフがの上司の方が来て、うん、でなんか縫いぐるみとか全部用意してくれるって話をしてたんですよ<お>結局なんか対応してくれんくてはいはい結局用意しなかったってことなんか延泊したら次の日に用意してくれるって言ったんで延泊したんですよほう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 はいんか追加料金払って、うん、そしたら結局なんか なんか公平性のためになんかやっぱ用意できませんでしたって言われて<え>次の日の朝ほ<う>なんか応接室までなんか来てくださいって言われて行ったら、うん、そういうふうに言われて <laughs>、うん、で結局なんかその話し合いも2時間ぐらい続いてなんか謝るだけ謝って、うん、じゃあ金,だ金と時間取られたってこと結局そうですねで結局なんか入園できたのが2時ぐらいっていうえー、いうやばすぎそれ、ね、終わってるわディズニーやっぱり。 っていう話をしたかったのね報告をしたかったですねああ<ー>、ね、なるほどロックオンとかも取っとったのに、うん、結局謝るだけしかできないですって言われてでも用意しますって言って用意できなくて返金もないの返金もなしですね何も。じゃあ今日泊まったホテルも無駄だやったし、うん、結局ディズニー大のチケットも無駄だやったのにって言っても、うん、いやそれは本当にすいませんって えー、じゃあこのあとこの話し合いのあと行かれますか行かれませんかでもあんなたそれをやばいと思ってるの,のだから、はい、選択肢は自由にあるので、うん、それはあなたたちが決めることなので返金はできませんっていうのこれなんかさその録音があるんだったらさそのホテルミラゴスだけのなんかトップの人とかにお連絡して送ってみたらこんなた<あ>対応だったんだけどいやトップの人が来たんですよねトップがそれだった じゃあ,まあミッキーに言うしかないねうったのでだからこれこれこれさんに言ったんですけど <laughs> ミッキーより俺の方が上だったっていうあうんあ、うん、それはそうです <laughs> やっぱミッキーあっち側だしなやっぱグルッグルッねえそれひどいね相当やばいねまあ俺もミッキーねあ,あミッキーじゃないとディズニー追い出されたからね俺もちなみになんか結構対応やばかったっけどねディズニー いやなんか録音聞かせようかってなんか撮っとったのになんかいやあの人と違うからみたいなもっと上の人間が謝ってるんだからみたいな上の人間が謝ってるから許してくださいよみたいな本社からわざわざ来たんでって言われてもいやこっちからしたら誰でもいいし知らんわって感じやったんですけどうんじゃあもう録音ね YouTube に探すしかないねもう編集して「もうオリエンタルランドの闇ミラコスタ編」っつって。 ひどいねえ結局でぬいぐるみはもらえたの<あ>あもらえたの買えたたの結局いやぬいぐるみはかなんかそ当日買えなくて話し合いの途中に「あ実はなんかもう今売り切れちゃって」みたいな、うん、その当日券が売り切れちゃってなんか用意できませんってなってでそれでなんかじゃあどうしても彼女が欲しいって泣いたから泣いたんだその話し合いの席ですね、うん、なんんかかその1ヶ月前から予約しとってうん なんかこの仕打ちありえんくないってなって泣いてたんで感情的になって、うん、うんじゃあどうしてもって言うんだったらそのツイッターで探してじゃあなんかお金出すから探そうって言って探してテンバイヤーから買いました、うん、<laughs> 結局転売屋ヤーから買ったんや結局なんか転売した人が,、うん、が儲けれるんやみたいなそのいやまあゴミシステムだねじゃあディズニーやっぱりね 分かりました、うん、やけんそれを許してるからなくならんのやろうなと思って、うん、まあそうだねはい分かりましたって感じでしたすいません、はい、いやまあもう多分次回はもうホテル泊まろうが多分もうどうせ買えないから多分次回あなたたち多分徹夜、うん、組になってんでしょいやならないですよあそれはならないそれはならないけどい転売屋とか買うかもしれないと。 ルールをや破るのはやばいからやばいっていうかよ,よろしくないから体力ないしんかそれだったらその2倍とかで売られてんのになんか時給計算してみたらよっぽどバイトの方がマシだから <laughs> はいはいはい、はい、なんかバカらしいっていうかそれはわかりましたはいさよならさよならかわいそう本当にいやでもねまあ俺もなでもな今回のディズニーは結構思うことあるけどね ちなみになんか、いやー、まあ、んま詳しく話せないからね。なんかそのディズニーのキャストさんって、すごい優しいイメージがあったんだけど、この日に限っては、多分ストレスが溜まってたんだろうけど、そのストレスをぶつけられたみたいな感じだったんだよね。すげえひどい対応された。うん、ちなみに俺、ディズニー出禁手前まで行ったからね。マジで大したことしないのに。意味がわかんないでしょ。 ただそれも本当にキャストだったのかわからないなんかもうちょっと見た目で判断して悪いんだけど覚えてるみんなタクシーに乗った女をさなんかぶん殴ろうとしたやつ積極的チャンネルみたいな見た目やったからまあいいやちょっとあのディズニーで働いてる人いるからちょっと今電話するわちょうど俺試ネにいるんだよふ <noise> ざけ上がってマジやあ <noise> ドナルド久しぶりじゃね <noise> 久しぶり ちょっと聞いてくれよ、ドナルド,ド,ナルドこないだ、僕たちの新しい仲間、リーナベルがさ、出たじゃん。リーナベル、さあ、あのクマみたいな可愛いキャラ、出たんだよ、新しくね、僕たちの仲間。あれが、自議売買で、大量の徹夜組によって、買われてしまったんだよ、不正に。 おい、ま、しいよ。んけるんだよでも僕たちの国のオリエンタルランドは徹夜組とか転売ヤに対してちゃんと対応してくれないんだよドナルドこれなんで転売ヤ対応してくれないんだい

じゃあ転売や伊豆マネーってことそうじよその料理なるほどねわかりました<う>ドナルドありがとうえディズニーマジックガチで最後何言ってか分かんなかったちなみに うん、もうでも触れなかったな何を言ってようがどうでもよかったからだってどうせ大したこと言ってないし <laughs> じゃあ終わるわけよ